はい、こんにちは、タカです。昨日の動き、やっぱり見ていきたいのは円の動きだと思います。直近までは円買いの流れというのがあったんですけども、そこからは反転の形、円の売りというのが昨日は強く出ていました。特に東京時間ですね、強い円の売りというのがあったんですけども、ただこの円の動き自体は東京時間で止まってしまいましたね。この後欧州時間、そしてニューヨーク時間に関してはあまり動きの方はありませんでした。ただそれでも円の方は大きな動きが出ています。黒線に関してはチャートの崩れというものも見られていましたので、今回円が売られたことでチャートの方にどのような変化が出ているのか、そこを見ていくのが大事になってくると思います。今日に関しては黒線を中心にチャートの方を見ていきたいと思います。ただまずはこちらから、ユーロドルの1時間足、日足を重ねています。昨日は円ほどではないんですけども、ドルもしっかり売られています。ドル売りになっていますので、当然こういったドルストレートの通貨は上昇圧力が強まることになります。ユーロドルもこの昨日の日足を見ると上昇の形、月曜日の高値も抜けています。まずはユーロドルの環境から、上昇トレンドというのがあったんですけども、このトレンドに関しては押し安値割ってしまったことで崩れています。今はこの高値からの売りの流れを見ている最中ですね。ただこの下落の流れに関しては、昨日のこの日足によって一旦は下落の流れが止まっています。なので、まあ、青いトレンドの調整局面に入ったということになりますね。戻りの方もかなり大きいんですけども、青い波を見ていけば戻り高値は 1.22 を少し超えたところ、ここを超えてくると波の反転が見えてしまいますので、これを超えてしまうとね、売りの流れを見ていくのは難しくなってしまいます。ただし今の位置からはまだ距離もありますから、ひとまずはこの戻りの高値、これを探していくことにはなりますね。候補となるのは過去にサポートされていた場所、例えばこういったところは候補になってくると思います。このサポート割れたことで波がしっかり生まれていますからね、重要なサポートということになりますので、こういったサポートに近づけば当然抵抗というのは出てくるんではないかなと思います。見ていきたいのはこの売りの流れの継続ですね。戻ったところは戻り売り、ただこの壁というのはまだ壁になるかどうかというのがわからないんですよね。候補にはなると思いますけども、実際は値動きを見ていかないとわかりません。高値をなかなか抜くことができない、そういった壁が見えてくればそこをバックにショートというのを見ていきたいなと思います。昨日はユーロも強かったんですよね。戻りもかなり強いですけども、それでもこの売りの流れを崩しているわけではないですね。見ていきたいのは戻り売りということにはなるかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足で見ていくと下落のトレンドが綺麗に見えています。下のサポートが見えては下の方に抜け、ここもそうですね、下のサポートが見えては下の方に抜け、流れを見ていくとサポートがまずはしっかり現れて、そのサポートを割ることでトレンドがしっかり出ています。ここもそうですね、サポートを割れることでトレンドがしっかり出ています。今回はどうかというのはこれは見ていかないとわからないですけども、この壁を見つけていくのは比較的わかりやすいんではないかなと思うんですよね。少なくとも過去を参考にすると綺麗なトレンドが出ていますから、例えば前回の押し安値、こういったところのサポートであったりとか、あとはこの辺りに足場も作っていますからね、この足場の高値、こういったところも候補にはなってくるかもしれません。見ていきたいのは戻り売りですね。下落のトレンドの継続というのを見ていきたいなというふうに思うんですけども、この戻りの高値、これを抜けてしまうと波の反転が起こってしまいます。そうなると売りの方は見ていけなくなりますので、ショート目線で見ていくためにはどこかに壁を見つけていかないといけないですね。今日はこの壁をまずは探すことになるかと思います。戻りの高値というのがある程度見えてくれば、そこをバックにショートというのをしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロ円1時間足に日足を重ねています。問題のクロス円ですけども、円の方がかなり大きく売られました。この円が売られるタイミングですよね。大きなサポートがあったんですけども、このサポートを割り込んでから大きな売りが入っています。見方としてはこれは下の方に抜けたという形、戻りがあれば戻り売り、こういったのを見ていく人はたくさんいると思います。ただそれにしてはこの戻りが急なんですよね。ここの部分が少し気にはなります。僕もね、個人的にはこの下のサポート、一旦この下落が止まってしまった場合は、戻り局面というのは当然これは考えていくことになります。その際の候補というのはこの126円、この辺りになってくるだろうなというのはね、これはある程度事前に分かっていることではあるんですけども、ただね、こういった急激な戻りをイメージしているわけではなくて、流れが止まった後はじりじり戻しながら次の売りのチャンスを伺うような、そういった戻りというのをね、イメージはしていたんですけども、今回はかなり急な戻りになっています。こういった流れになってくると、今度はブル派の考え方というのも見えてくるんですよね。126円がサポートという考え方に変わりはありません。ただ下の方に抜けてすぐに戻していますので、シンプルに行き過ぎた動きだったのかなというふうに見ることだってできるわけですよね。この辺りの高値、少し抜けているのと考え方は同じです。昨日もね、126円少し超える場面もありましたけども、最終的には少し売りも入っています。こういった動きを見ているところ、126円というのはだいぶ意識はされているんであろうなと、
ならばブルハ、買い方の考え方としてはこの126円を回復してくればだいぶ安心感というのは広まると思うんですよね。一方ベア派、売りの流れを見ていくためにはこの126円回復してしまうと安心感からの底堅さというのが見られてしまうと、売りの流れを見ていくのはしんどくなってしまいます。このあたりでブルベアの攻防というのが起こるのではないかなと。今はねまだわからないですね。高安というのも見えていません。攻防が起こるということは値が動かないということになりますから、高い安というのがある程度見えてくることになるとは思います。ただ今のこの流れというのは日足の流れを見ていますから、壁を見つけていくのも日足の終値を基準に見ていかないといけないんですよね。それだけ時間がかかるということになりますので、この高安が見えてくるまでは少し状況としては難しい値動きになってくるかもしれませんね。もちろん短期足ではサポートというのは見えてくると思いますけども、そのサポートが日足のサポートになるかどうかというのは分かりませんから、ユーロ円に関してはちょっと慎重に見ていかないといけないかもしれません。ただそれはあくまでここで攻防が起こった時の話で、例えばすぐにまたこの126円を超えることができずに大きな売りが入るようであれば、またこれは売りの流れを見ていくことにもなると思いますし、明確に126円を回復するような値動きになってくるんであれば、今度はこのレンジの高値圏、ここには大きなレンジが見えているわけですからね、このあたりはレンジの下限ということになりますから、レンジの下限から上限に向けた動き、こういったのを見ていくことになるんじゃないかなと思います。昨日に関してはこの126円で止まりはしました。止まりやすい場所でもありますから、こういった値動きはまあわかるんですけども、この後の動きはまだちょっと読めないですね。こういった売りの流れが一方的に出ている時というのはわかりやすいんですけども、一旦流れが止まってしまった、今は調整局面に入ってしまったということで、判断をしていくのはすごく難しい。しかも大きな動きが出ていますから、すぐに流れを見極めるのはすごく難しい値動きだと思います。わかるようになるまでは様子見でもいいんじゃないですかね。それぐらい難しいなとは感じてしまいますね。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。126円には大きな日足のサポートですね。このサポートに絡むような動きになってくるんじゃないかなというイメージは持っています。上位足で見たブルビアの攻防ですよね。そういった値動きはまあメインシナリオに考えていきたいなと思うんですけども、まだこの高い安というのが見えていないんですよね。なのでこういった壁が見えてこないとなかなかトレードというのは難しいと思います。そしてもう一つの考え方としては、この壁というのがないかもしれないですよね。もしかしたらこのトレンドの継続で大きな売りが今度また出てくるかもしれませんし、逆にこの底からの強い買いというのが出てくるかもしれません。これも上位足の流れで話した通りです。今のこの値動きだけでこのうちどういった流れになっていくのかというのを見ていくのはやっぱり難しい。だからこそトレードをしていくんであればもう少し時間が必要になってくるんではないかなと思います。この戻りというのがね、もう少しゆったりした、じわじわした戻りであるんであれば、僕は見ていきたいのはやっぱり戻り売りだったんですよね。戻ったところのショート、なぜなら126円重要なサポートを割ったという事実があったからです。基本的にはこの考え方というのはね、引き続き見ていきたいなというふうに思います。このあたりからの戻り売り、こういったのも見ていきたいなというふうにも思うんですけども、今はまだ壁が見えていませんからね、売りたくても売れない。戻りの方も強いですから、さらなる上昇というのもあるかもしれません。警戒しながらということになりますから、それだけ慎重に見ていかないといけないということになってしまいます。昨日のこの円売りによって状況の方はだいぶ変わりましたね。波の反転こそ起こってはいませんけども、少なくともこの先の動きに関してはいろんなパターンが今のところは想定できます。すごく判断は難しくなってきますので、そういった難しい相場というのを踏まえた上でトレードができるかどうかですね。全力でバンバンやっていくような環境ではないかとは思いますね。まずは上下の壁、これをしっかり見つけていきたいと思います。はい、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。ポンドに関してはもう上下の壁がはっきり見えています。上の壁は 1.37、 もうこれはもうずっと話をしている通りですね。抜けてはいませんから、これが抜けるかどうかというのはすごく大事なポイントにはなってきます。それに対して下のサポートは僕はこのあたり 1.35 のミドル、このあたりで見ています。一度これ下の方に抜けているんですけども、直後に買いが入っています。しかもこの買いというのはそのまま戻り高値を抜けているんですよね。波の上限まで行っています。このあたりは強いサポートがあるんですよね。さらに言ってしまえば直近の安値を割っていることで、この急激な戻りの最中、戻りの過程において新規のショートもたくさん入ったということになります。ただ値が下がらなかった、ドル円の103円割れとすごく似たような動きになっていると思います。だからこそこのサポートが僕は大事だったんですよね。高値圏でしっかりキープしていれば、このあたりで新規のショートをした人たちのロスカット、この高値をつけた時にロスカットがしっかり出てくるんではないかなと、そのようにも思っていたわけですけども、金曜日に下の方に抜けてしまいましたんでね、ショートの買い戻し、逃げ場を与えてしまったということになります。こうなると簡単にこの高値ブレイクを見ていくのも難しくなってしまいます。上の壁、下の壁よりはっきり見えていますから、今はこの壁を意識したレンジ相場、これを強く意識していくことになるんじゃないかなと思っています。そ
そして今はレンジのど真ん中、こうなると買われるか売られるかはっきりしないですよね。上下の壁が見えていますから、トレードしていくんであればこの壁に引き付けてということにはなってくるんじゃないかなと思います。それでもこの辺りでトレードしていくんであれば相当な根拠というのは欲しいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。すごく大きな壁が上下にあります。日足のサポートになりますね。細かい動きを見ていけばね、ダブルトップからのネック割れみたいな形も見えていますし、例えばね、ネックを割っていますから割った後の戻り売り、こういったのも見ていけるような環境というのもあるかもしれません。ここは今までサポートされていた場所ということで、何らかしらの攻防というのも短期的にはあるかもしれませんね。ただし結局はこの日足のレンジ相場の中での値動きなんですよね。上がったり下がったりならば、あまりこういった短期的な流れを追いかけるんではなくて、上下の壁というのはものすごくはっきり見えていますから、この壁に引き付けてのトレード、戻り売りであったり押し目買いであったり、こういったのを見ていくのがいいんじゃないかなと思います。今の位置はレンジのど真ん中、この辺りからトレードしていくんであれば、よっぽど状況が整わない限りはやっぱり難しいんじゃないかなと思ってしまいますね。壁に引きつけるまでは様子見でもいいんじゃないかなとも思います。はい、こちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。個人的にはこのポンド円がすごく気になります。気になるというかね、違和感があるんですよね。141円には大きな壁がありました。先週はこの壁を抜けてきたんですよね。強い上昇の流れがありましたけども、金曜日に潰されています。ただし日足で見ていけば完全にブレイクの形になっていますから、押し目買いというのは当然これ見ていけることにはなるんですけども、だいぶ突っ込んでいるのが月曜日の動き、そして今これ重ねてる足を週足に変えてみたいと思います。はい、こちら週足を重ねています。そうすると週足基準で見た場合は、先週までの流れで見た場合、これブレイクと見ることできないですよね。141円には引き続き大きな壁があります。ただ昨日の値動きはこの壁を簡単に破ってきています。昨日の動画でも触れていますけども、今のこのチャートで一番苦しい思いをしているのが、この辺り高値を掴んでしまったブルハ買い方ですね。結果的に週足はこれ高値超えていませんから、ここにはまだ壁があるわけです。壁の向こうでポジションを掴んでしまったということで、かなり苦しい形になっていたと思うんですけども、今回高値を取ってきたということで、この辺りの買い方の逃げ場を与えてしまったということになります。ただこれ週足がブレイクしてくるかどうかというのは週足基準で見ていかないといけないので、見ていくのは金曜日の終値、これで判断をしていくことにはなります。なのでまだまだわからないのはわからないんですよね。ただしなんですけども、こういった重要な抵抗、一度抜けてしまうというのはこれはよくある動きではあるんですけども、ただね、売りの強さというのを確認しているわけですよね。それでもさらにこの高値を超えてくるんであれば、今の環境というのはそれだけ買いが強いということになります。今度はこの高値ブレイクしてくるかもしれません。ただそのために必要なのはこの141円、この壁を週足がブレイクしてくること。僕は昨日の段階ではこれかなり買い方にとっては苦しい状況になってしまったんじゃないかなと、思ってはいたわけですけども、昨日の流れで状況が一変していますね。ポンド円に関しては一番状況が変わってしまったチャートにはなっているかなと思います。また141円割ってくればね、やっぱりかという形にもなってきそうではありますけども、重要なサポートを抜けた2回目の高値試しということで、今度はブレイクを見ていく、これも面白い流れにはなってきそうです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。日足の大きな抵抗が141円、ここに走っています。過去を見ていくとこの辺りに抵抗がありますね。サポートが見えます。高値を2回試して抜けてしまったという形、ちょうど今のレートあたりになりますね。141円の60あたり。サポートを割ってしまっているということで、今度は高値からの売りの流れ。であればこの戻りというのは戻り売りを狙っていくことにはなりますね。ちょうど今のあたりね、昨日はこのあたりでレンジを作っていますけども、この原因ももうはっきりわかりますよね。過去にサポートされていた場所、その手前で足場を作っているということになります。ならば売りを見ていけばいいじゃないかということになるんですけども、そう簡単にいかないのがこの上位足の形。この日足のサポート141円をすでに抜けているんですよね。これ上に壁があればね、これは戻り売りを狙っていきたい、そういった環境になってくると思いますけども、壁は下にあります。そしてその壁をもうすでに抜けてきているんですよね。しかも2回目ということで、今度はこういった上昇トレンドというのを見ていくのも面白い形にはなっているんですよね。目の前には壁があって、まだ結果というのは出ていません。こういったレンジから下の方に抜けるかもしれませんから、まだまだ状況は分かりませんし、このサポートというのもね、さっきも言いましたけども、週足レベルで超えてこないといけない壁ということになります。なので現状ではわからないことも多いですよね。下の流れも当然見ていけますけども、今の環境ではこの買いの流れも見ていける、ここに僕はすごく違和感を感じています。
それだけ昨日の段階では買いは苦しかったんですよね。そう簡単に買いを見ていけるようなチャートにはならないと思っていたんですけども、しっかり買いが入ったということで、僕が最初に考えていた、そういった考え方は崩されてしまいました。結果がどうなるかというのを見ていくのはもう少し時間も必要になってくると思います。ただし面白そうな流れになるのはこの買いの流れ。特にこの高値、ブレイクしてくれば面白くなってくるんではないかなと思いますけども、まあ、答えはどうなりますかね。多少リスクを負っていくんであればね、今のこのあたりのレンジの加減からこういった波をイメージしてロングを見ていくのも面白いと思います。ただまあ目の前には壁があるわけですし、結果というのはまだ出ていません。売りの流れというのも当然継続して見ていける環境というのもあります。慌てて判断するような必要はまだないかなと思いますけども、ただポンドが強い状況になれば、こういった波のイメージはね、ちょっと持っていきたいなと思います。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。 0.76 の60あたり、このあたりには重要なサポート、高値 0.78 はなかなか超えられない大きな壁、上下に壁が見えていますから、今はこの壁に挟まれたレンジ相場を見ています。レンジが見えている以上はこのレンジの上限下限を意識したトレード、例えばこの下限を意識してロングを見ていくのもありだと思います。上限を意識してショートを見ていくのもありだと思いますし、このサポートが崩れるタイミングというのを見ていくのもありだと思いますし、ブレイクを見ていくのもありだと思います。これに関してはもう見る人によってね、波のどこの部分を取っていくか狙っていくかというのは違いますから、ただしこの高値安値というのはしっかり見えていますから、ここを基準にトレードはしていくことになりますね。いずれブレイクしてくればまた大きな流れというのも出てくるとは思いますけども、それまではこのレンジを意識したトレードということになりますね。はい、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。これも問題のクロス円ですね。大きな円の売りが入っています。チャートを見ていくと、この高値圏でのレンジ相場、直前にはこういった上昇トレンドもあったので、まあ、高値圏でしっかり足場を作っていたということになるんですけども、先週の金曜日この足場が崩れています。それまでサポートになっていたのが80円の20あたり、下の方にブレイクしたことで、今はこの売りの流れを見ていく環境というのが短期的にはできています。ただしこの流れは昨日の流れによって止められています。戻りというのも入っていましたけども、止まった場所はちょうど80円の20あたり、戻り売りの候補となるような場所ですね。これもね、僕が思っていた以上に、この戻りというのが早かったんですけども、ただ5ドルに関しては最後の方ちょっと崩れています。最終的には月曜日の高値も割り込んでいますからね、80円の壁というのもあるのかもしれません。下落の流れというのは止められていますから、今は調整局面を見ていきます。ならば大事になってくるのがこの戻りの高値、どこに壁ができてくるのかというところなんですけども、こればかりはもう値動きを見ていかないとわからないですね。例えば昨日であれば80円の20あたり、このあたりは過去サポートされた場所にもなりますから、当然抵抗になりやすい場所。ただ一度試してダメだったという形になったに過ぎませんからね、もう一度高値を試すことはあるかもしれません。もしくはこのすぐ下には80円の切り板があります。この切り板を意識した値動きになってくるかもしれません。昨日の値動きだけではこの戻りの壁というのがまだ見えてこないですね。まずはこの壁を探すことになるかと思います。ユーロ円の戻りの強さであったり、ポンド円の高値を試す動きであったり、そういった動きに比べると5ドル円は少し弱さというのを感じますかね。明らかにこの戻りの抵抗を感じるような動きにはなっていると思います。チャートの方はまだ崩れたまんまということになりますね。なのでまあショートを見ていくんであれば、まあ一番の候補にはなってくるかもしれません。ただそれはまあ昨日の値動きだけではわかりませんし、今はもう下落のトレンドも一旦は止まっていますからね、調整局面に入っているということで、ひとまずは先の動きではなくて直近の動きですね。戻りの高値がどこになってくるかというところを集中して見ていきたいと思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。80円の20は過去にサポートされていた場所、強いサポートですね。そのサポート、壁に対して持ち合いを作っています。この壁を抜くための足場ということになりますけども、この足場が最後は崩れています。4時間足の波としてはやっぱりサポートを割っているこの売りの流れを最初はやっぱり見ていきたいんですよね。戻りが入っていますけども、このように高値を超えることができなかった、こういった結果が見えてしまえば、再度この売りの流れを見ていくような形になってくるかもしれません。ただし、まあ、過去のこういった足場と比べるとすごく足場自体は小さいですよね。なのでもっと大きな足場になってくるかもしれません。それだけ昨日の円売りというのはやっぱりインパクトはあったと思います。もう一度ぐらいこの高値を試すような動きというのもあるかもしれませんね。トレードしていくんであれば、この上下の壁、これはまずは見つけていきたいですね。ひとまずはこの80円の20、ここには明確な壁がありますから、この壁を意識してショートを見ていくというのは僕は全然ありだと思います。抜けてしまえば、まあ投げればいいわけですからね。逆に買いを見ていくんであれば、どこかにサポートは見つけていく必要がありますね。ここに1個波の底が見えていますけども、今少し売りが入っていますからね、もう一つ波の底を見つけていく必要があります。
しかもこの安値は切り上げる動きが理想ですね。例えばこの辺りでダブルボトムを作ってのネックですね。ネックを抜けるような動き、そういったものもあるかもしれません。どちらを見ていくにしてもこの80円の20、ここは重要なラインにはなってきます。トレードをしていくんであればこのラインを基準にポジションを作っていくことにはなるんじゃないかなと思います。はい、ということでクロス円がとても面白い動きをしています。先週の金曜日の動きによってチャートの方はもうだいぶ崩れていたんですけども、その崩れたチャートというのがだいぶ立て直されてきています。ユーロ円は126円、重要なサポートを回復してきています。こうなると簡単にショートという目線では見ていけないですよね。ポンド円は動画内でも言いましたけども141円、大きな壁を再度抜けてきています。抜けたのは2回目なんですよね。高値を掴んだブルハ、このブルハを救うような動きになっています。それだけチャートは強いんですよね。5ドル円だけがね、まだ戻りきってはいませんけども、目の前には大きな壁、まあ、ここまで戻るだけでも大したもんですよね。チャートの方大きく崩れていましたんで、そのまま下の方に抜けてもおかしくはなかったと思います。ただしっかり買いが入ったということで、この下落の波は一旦止められて調整局面に入っているということになります。この調整の結果がどうなるかというのはまだわからないですね。先週の金曜日の段階ではチャートの方がかなり崩れていました。もしかしたら大きな下落、これもあるかなというふうにも思っていたんですけども、そうはなりませんでした。今は両方の波を見ていきます。買いの流れも売りの流れもしっかりトレンドというのが見えてきますので、その決着というのをまずは見ていかないといけないですね。今の段階ではクロス円すごく難しい環境になってしまいましたね。エントリーをしていくんであれば相当な根拠というのが欲しいところではあると思います。今は調整局面に入っている通貨が多いですから、意識したいのは戻りの壁、慌てないようにはしたいですね。昨日大きな動きがありましたから、短期的には少し抜ける動き、暴れる動きというのもあるかもしれません。一方的なトレンド相場と比べると難易度はだいぶ上がっている相場だと思います。慎重に相場の方は見ていきたいですね。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別の動画になりますので、概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。